階段アミーゴ。出会いがありました。素晴らしい。そのね、トトロで思い出した話があるんですけど。トトロみたいな体して。誰がやる。あのですね、はい、このお話なんですけども、今はもうあの30、おそらく30前後ぐらいの女性の方だと、まあ、あのちゃんとお伺いしたことはないんですけども、おそらくっていう方なんですね、うんうん、でこの方がですね、あの少し前に、自分のお母さんとお話をしていた時に、あの幼い頃の話になったと。でお母さんに言われて、あんたあの時こんなこと言ってたよねっていう、それが全然記憶にないんですって、うん、っていうのが、あのお母さんの話を聞いてると、どうやらその日、彼女はまだ小学校低学年くらい でおばあちゃん家に遊びに行ったんですけども、このおばあちゃん家っていうのがそんなに標高の高くない小さな山の山に登りっぱなすぐぐらいのところの住宅地に、家がありまして、で住宅地って言ってもその密集しているような感じじゃなくて、隣の家までちょっと隙間があったり、木々がその間にあったりみたいなのがポツンポツンポツンとあるような、そんな住宅家なんですけども、おばあちゃんの家すぐ裏がですね、山の登りっぱななんですけども、ちょっとした谷みたいにすぐなってまして、でその谷みたいになっているところにも木々がたくさん生えてるっていう感じだったんで、小学校低学年の、彼女からすると、まあ言ったらその谷って立地的に他の人たちがあまり入ってこない、うん、通路でもないし、言ったらおばあちゃん家に来た人と自分たち家族ぐらいしかその谷に入るようなルートを知らないわけです。なのでもう格好の遊び場というか、一人遊びするには、基本的にはすごい楽しい場所、道に迷うこともなさそうな、言ったらまあ他の人も来なそうな、だから人さらいとかがね、当時話題に出てたけど、そういう人も来ないであろうっていうので、割とお母さんもおばあちゃんもそこで遊ぶって言ったら目を離して、あの放任でほっといてくれたらしいんです。でいつもだいたいね、あの自分の家の近所ではないようなおばあちゃん家特有のこの木登りとか、でその枝をちょっと組み合わせてなんか作るとか、それを楽しんでたらしいんですけど、その日あの楽しかったって言って家に帰ってきた彼女がお母さんに当時喋ったっていうのが、あの聞いてって言って、あのいつも何回かそこで遊んでたけど、あんなトンネルがあるって知らなかったって。で、あの茂みに囲まれてるこの輪っかみたいになってて、枝と枝がもう本当トンネルみたいで、その中を入ってったらお社があった、まあ、当時の表現で言うとなんか神社みたいなのがあったって言ったらしいですけど、まあ、要はお社があったと。でお社があったって言ってたその子がそこで遊んでたら、まあ、あのそこの人たちっぽい人が何人か出てきて、で私のことを見つけるとニコッとして挨拶してくれたんだっていう話をするんですが、そこにもちろん神社みたいなものもお社みたいなものも存在するわけがなくて、でそれを話を聞いてて、この子はもしかしてなんか途中でなんか楽しい物語みたいなのを作って披露してくれてるのかなと思って、それを尋ねてみたら、実際にあの見たんだって言い張るから、あそうなの、じゃあそこの人たち、そのいわゆるお社のあたりにいた人たちでどういう人なのって言ったら、みんななんかあの服をなんかこうやってかぶってたって言って、かぶってたってどういうことって言ったら、なんか着てるっていうよりはこのこうやってあの被ってたって言うんで、おそらく和服的なことをまだ知らないんで、そういうあの神社の方が着るようなそういった格好をおそらく表現してるんだろうなと思ったんで、そんなの何色なのって言ったら、それが真っ白で、真っ白でいろんなところがねいっぱい汚れてたんだ、あそうなんだ、なんで汚れてたんだろうねって言って、わからないんだ、なんか土とかもいっぱいついてて、であの全部みんなあのこっち見たらニコッとしてくれたんだって、あそうなんだ、優しそうな人たちだったって聞いたら、優しそうなんだけど怖かった、えなんで、顔が笑ってるんだけどみんなこの首が途中までちぎれて真横になってたりとか、みんな首がちぎれて後ろにブランってなってたりとか、みんな首が変だったんだ、でもみんなこっちを向いてニコッとしてくれたんだって当時言ってたらしいんですね。で実際にまあ両親もおじいちゃんおばあちゃんも谷の方に一応見に行った、当然そんなトンネルもなければそのトンネルの先のそんな世界もあるわけなくて、でもあんた実際に言ってたよねって言われて、本人覚えてないんですね。でお母さんに20代になった今言われても覚えてないわ、そんなこと言われたんだと思って、まあそういう世界に興味を持ち始めたんで怪談とか聞き始めて、たどり着いたのが僕のチャンネルだったらしくて、それでメールを送ってきてくださったんですね。であの僕もお電話させていただいてお話ししたら、正直全く覚えてないんです。
じゃあ分かりました、そのおばあちゃんちって今もそれあるんですかって言ったら、いや一応あの家自体は多分あると思うんですけども住んでないんですって言って、もうあの2人とも亡くなっちゃってて、つってでも廃屋としてはあると思いますよ、そこ行くって可能なんですか、あ面白そうですねってなってるっていうお話です。ふと思ったのが、優しいけど首がちぎれてるみたいな、なんか生贄とかだったんじゃないかなって。えだって優しいわけですよね、だから望んで選ばれたという、まあ分かんないけど本人が望んだか分からないけど、生贄としてその山の社になんかやられた生贄とかの人たちが見えたんじゃないかなって思いました。怖いです。そうか、だから別にね、なんか襲ってくるとか脅かすとかじゃなく、何かその方も別に悪い人だったわけでもひどい人だったわけでもなく、残念ながらそこでっていう、でしかもその谷のすぐ横におばあちゃん家があるってことは、なんかその社がもっと権力があった時の宮司とかの家系につながるんじゃないかなとか、ちょっとふと思って、いい加減お前の代で俺ら解放してくれよみたいな、なんかそういうメッセージかもしれないなとか思いました。面白いですね。